1954年のヨーンオトヨーンは、ドイツのハンナチスレジスタンス、ドイツの防具用機関である、連邦憲法擁護庁初代長官、ソ連国家保安委員会のスパイ、マールブルクの勤務員の家庭に生まれた、法学の教育を受ける。1937年から1944年まで、航空会社、ルフトハンザの法律顧問として働く。 1944年7月20日のヒトラー暗殺計画に参与。ルフトハンザ社における自分の立場を利用して、スペイン、ポルトガルに飛び、暗殺計画関係者を代表して和平交渉を行っていた。ヒトラー暗殺失敗後、ヨーンはスペインを経由してイギリスに亡命した。英国において、彼は心理戦の専門家として知られるセフトンデルマーのチームに入り、 ハンナチス放送を流すラジオ局ラジオマイナスカレーの専門家となった。終戦後ドイツ及びオーストリアの戦争捕虜問題を取り扱う官庁で働いた。1946年始め連合国の専門家通訳としてニュルンベルク裁判に参加した。裁判終結後ロンドンに移住し弁護士業に従事。1950年 ドイツ連邦共和国に帰国し、ヤーコップ・カイザーの勧めにより、連邦憲法擁護庁長,長官に任命された。左から、ビルヘルム・ギルヌス、ヘルマン・ヘン・セルマン、ヨーン1 9 5 4年7月20日、BFV 長官、オット・ヨーンとボルフガング・ボルゲムート・医師が、西ベルリンから失踪した。当初、ヨーンは誘拐されたものと考えられていたが、7月23日、 東ドイツのラジオから予期せぬニュースが流れた。BFV におけるナチス分子の専門のため、東ドイツに亡命したとする陽音の表明が放送されたのである。その後、ソ連に長期滞在したが、陽音はソ連当局に信任されていないことを理解した。1955年12月、デンマークのジャーナリスト、ボンド・ヘンリクの助けで、西ドイツに帰国。 連邦裁判所は国家反逆に対して4に金庫4年を言い渡したが1年半後恩赦された。その後ヨーンは同行したボルゲムート医師が眠った彼を国外に連れ出したのだと主張し名誉回復を訴えたが却下された。1997年インスブルックにて死去。1954年にアメリカに亡命したピオトルでギャビン KGB 少佐によれば KGB は1951年にヨーン工作を始めていた。ボルゲムート医師は1950年からソ連のために働いていた。ボルゲムートはヨーンが西ドイツでの地位に不満を持っており、東ドイツの関係者と会いたがっていることを KGB に伝えた。ソ連とヨーンは1954年2月に合意に達した。 ヒトラー暗殺未遂事件10周年である1954年7月20日がその日に選ばれた。8月24日、カルポフ KGB 中佐とヨーンはソ連に向かったが BFV 長官という彼の立場の複雑さからソ連は彼を西ドイツに送り返すことに決めた。ありがとうございます。